何が6時かよ。さっさと返事出してアンサンブルしようよ。全然分かってないじゃない。やっと終わり？まあ仕方ないか。恋人への手紙ならさ。じゃあ、はい。曲はいつものでいいね。気持ちよかった。さて。じゃあ、そろそろ寝よっかな。手紙、忘れないようにカバンに入れておくのよ。よろしい。じゃあ、おやすみ。先週もそう言ってなかった？なんでよ。それもそうか。それ、私の真似のつもり？後でひどいよ。わかればよろしい。まあ平日に帰りが遅くなるのは仕方ないとして、日曜日にまで練習を入れないようにね。クリスのことだから、疲れたとか、もうダメだとか言って、アンサンブルしないかもしれないじゃない。後でひどいのはやめてね。それならよし。
クリスに休みの日にまで練習するつもりもないだろうけどね。本当に？見てたんなら手伝ってくれたらいいじゃない。って、いや、見ないでくれるのが一番いいのかな。いや、そんな風にお礼を言われても困るんだけど、その、あれはつまり私のお仕事だから別に構わないんだけどね。あんな感じ。さっきのあれ、嘘でしょ？わかるんだからね。言わないと、もうタオルを置いてあげないよ。怒るようなことを思ってたのね。そんな約束するわけないでしょ？ちょっと、最後まで言いなさいよ。気になるでしょ？にしておいた方がいいよ。これ以上言っても言い訳にしか聞こえないんだから。で、どうする？今日は早く帰ってきたみたいだけど、練習は？それはそれは、ポルテールの腕も鈍ることでしょうね。誠意を見せなさいって言ってるの！いつも感謝している私にひどいことを言ってしまったあなたが練習もせずに帰ってきた。そんな時どうすれば私に対して誠意を見せられると思う？
よくできました。なんだ、そうなんだ。ならちょうどよかったね。仕方ないな。で、どの曲にする？そればっかりだね。ま、私は何でもいいけどね。はーい。よいしょ、よいしょっと。ふい、ちょっと休憩。よいっと、ほいっと。ふう。これでよし、あとは戻るだけ。この机はいつも邪魔なんだから。あ、ありがとう。珍しいね。何か心にやましいことがあるような気がするんだけど。あ、嘘嘘、アンサンブル好き。あ、なんかバカにされた感じがする。なんかクリス、すごく変な顔してた。すごく優しい顔。他の女の子にそんな顔しちゃダメだよ。そうなんだ。ねえねえ、何が完成なの？それに今のひょっとして新しい曲？いつからってついさっきだよ。え、その驚きようは何か隠してるな。へえ、いい曲だね。いつの間に作ったのよ。
ようになって初めて聞いたけど、まさか今週だとは言わないよね。そんな時間ないもんね。え、本当だったの？嘘、ちょっと待って。今週って帰りの早い日が多かったじゃない。いつの間に？多分じゃないでしょ。一日でできるような曲じゃないもん。念のため聞くけど、3日間くらい？早く帰ってこなかった日全部じゃない。ああもう1週間経っちゃってるよ。そういう根拠のない安心感はどこから来るんだか。早めに決めなくちゃダメだってトルタもアルも言ってるでしょ。それはそうかもしれないけど、歌ってくれる人はいるの？やっぱりダメじゃない。だけど、私が練習相手になってあげてもいいよ。まあそれほど言うなら仕方ないよね。それなら大丈夫。楽譜なんか見なくても一緒に合わせればいいだけだもん。音の妖精だもんね。あれ？でも歌詞は？書いてないみたいだけど。どうするの？スキャットで歌うのは嫌だからね。そうなんだ、全然知らなかった。私もそんなの書いたことないからうまくできるかわかんないよ。でもいいのかな、私で。苦手なんじゃ仕方がないからね。歌う仕方ないか。よし、じゃあ始めよう。そこの歌詞をちょっと変えてみたいな。やっぱり作るからにはいいものにしたいじゃない。
そう?ちょっと嬉しいかな。急がなくていいの？そう？はーい。なんで？言えばいいじゃない。行ってきます。そうだったの？独り言だと思ってた。いや、違うよ。律儀だなって思ってたよ。嘘、ちゃんと分かってるって。こっち。そんなことはどうでもいいの。久しぶりなんだから。そりゃ久しぶりだからね。あ、ごめん。いいだ、わかってるって。それに学院も楽しみだけど、外に出るのがちょっと嬉しいかなって。それはそうなんだけどね。やっぱり一人で外に出るよりはね。あ、違うの。別にいつでも外に出たいわけじゃなくて、こうしてたまに出るから嬉しいのよ。本当に。私はいいんだ。それはトルタの役割だから。なんでもない。ほら、急がないとコーデル先生に怒られちゃうよ。
こと？さあ、起きなさい。今日はちょっとした報告があります。じゃーん。無事完成しました。何？嬉しくないの？なら、なんでそんなキョトンとした顔してるのよ。何よ、字が汚いって言うんでしょ。わかってるわよ。うう、後で捨てちゃって。見るたびに笑うんでしょ。もう捨ててってば。う、本当に？さて、これで初めて最後まで演奏できるね。朝ごはんとかは大丈夫？よし、なら始めよう。ほらほら、まだこれからなんでしょ。明日は会わせてくれるんでしょ。そのん、まあ、満喫って。行く。なんか最近立場が逆になった気がする。それもそっか。何見てるの？あれはカルツォーネって書いてあるね。そっか、考えてみればクリスはお腹空いてるよね。どうして？食べて。見ててあげるよ。どうせ家で食べても同じなんだし。そうしなさい。何あの人、細い体って。こう見えてもクリスだって男の子なのにね。ねえねえ、何に使うんだろう。でも、あ、ごめんごめん。食べなさいね。何よ、ならそっぽ向いてろって言うの？いや、
味しかった？よかったね。でも本当に美味しそうに食べてたね。だってクリスっていつもあんまり美味しくなさそうにご飯を食べてるんだもん。なんか栄養を取るために食べてるって感じなのかな。いつも私がいるじゃない。いつも美味しそうに食べればいいのに。違う。努力するとかしないとかじゃないんだって。ほら、無意識のうちに笑顔がこぼれるような、さっきみたいのは自然になるものなんだから。気持ちの持ちようだって言ってる。だから、うん、なんか気に入られたみたいだよ。はっ。おう。私はまだまだいけるよ。ねえ、私のことなのかな。うん。ただいま。多分。あ、うん、多分。どうして？なったら？それはあんまり意味がないかな。それもできないと思う。どうしても言えない。そうかもね。ううん、ごめん。真剣に考えてくれてるんだよね。なら聞こえた方がいいのかもね。うん、そうだね。うん、大丈夫。それで、これからアンサンブルはさすがに無理でしょ。慣れない歌を歌って結構疲れてるみたいだし。でもさ、あのおじさんじゃないけど結構上手くなってたよ。また行けたらいいね。ありがとう。ならあとは
パートナーを待つだけだね。今日は会わせたりはするの？今日は何か用事だったの？はっきりしないわね。待ち合わせくらいはしてるんでしょ？え？じゃあいつ来るかもわからないの？何それ、大丈夫なの？鏡がどうしたの？ん？ちょっと待って、何を言ってるの？冗談だよね。どうしてそんなバカなことを？何言ってるのよ！それじゃあ卒業もできないじゃない！そんなの認めてくれるわけないでしょ。もし聞こえたとしても空耳で済まされるだけだって。バカなこと言ってないで早くパートナーを探さないと。学院を卒業できなくてもいいの？アルはどうするの？もう一年待たせるつもり？じゃあ何のためにここに来たのよ。あんなにフォルテールをうまく弾けるのに？クリスだってその意欲はあったからここに来たんでしょ？自分が逃げたいからって私の名前は使わないで。現実からよ。クリスはトルタと組むべきだったの。そうだとばっかり思ってたのに。それじゃあダメなの。私はだって無理だもの。クリス、よく聞いて。今からでも遅くないからトルタにお願いして。私はその間ずっと消えているから。それまで絶対に姿を現さないからね。約束だからね。そうしたら許してあげるから、早くトルタをここに連れてきてね。じゃあまた後でね。
そうだね。1年経ってようやく3分の1だもんね。あ、でもよく考えてみたらなくならないよ。だって一つ封筒がなくなるたびにクリスからの手紙がまた一つ届くんだもん。減るのと同じ数だけ増えていくんだから。私の引き出しがクリスからの手紙で埋まっていくって考えたらちょっとだけ嬉しいかなって。いつかその引き出しがクリスの手紙でいっぱいになった時にクリスが帰ってくるんだね。でしょ？うん、そう考えよっと。そうだね、寒くなってきたし。大丈夫だよ、そんなの知ってるから。あとでもう一回抱きしめてね。それからキスもしてね。それからクリス、うん、待ってる。なとないかもしれないのに、どうして今日過ごしてしまう。今がすべてとちゃんと知っていたはずなのに、焦る気持ちがあなたどれも選べず、クリス、バカ、風邪ひいたんだね。何？そうしてほしいならそうするけど。わかってる。何？ずるい。ダメ。じゃない。誰もいないんだね。クリスには他に誰もいないんだね。なら仕方ないか。ううん。そばにいてあげる。それも、私がそうしたいから。クリスには、私が必要なんだよね。私も、クリスを必要としてる。お似合いだね。思い出したの？なら、いいか。
今日は何時からなんだっけ？クリス、もう昼なんだがな。おい、クリス。まずいな。まだ来ていないのか？場合によっては順番を変えてもらうか。ん？コーデル先生、ごめんね。クリス。じゃあ、始める？
みたいだね。クリス、今のは何だったんだ？誰が歌っていたんだ？よくわからないが、とにかくよかった。今まで聞いた中で最高の演奏だった。それだけは間違いない。おかしなものだな。聞こえるはずのない歌声が聞こえて、みんな戸惑っているようだ。逃げちゃおっか。じゃあ連れてって。おい、クリス？町に帰らないとね。これからのこと？どうするの？会って。そっか。うん。
リス。ごめんなさい、クリス。でも、私はいつもあなたを別の方向へ導こうとして、クリス？ちょっと、クリス？クリスの意地悪。私だってうまく歌いたいのに。